いい加減この汚い手で私も恋人に触れるのはやめて。それでどうするの？今私は相手の能力が原因で致命傷を与えることが不可能なの。だけど隙を作るくらいならできる。だから私とベッペルさんが戦っている時に隙ができたタイミングで狙う。能力名は教えてもらえる？妄想を現実にする能力です。すごい能力だね。宝の持ち腐れだな。私ほどの妄想力があれば使いこなせただろうに。なら刃物を具現化して様子を伺ってて、チャンスは一度だから。はい。近いよ。そうだね、そのリーチのナイフなら余裕で届くね。当ててみなよ、それで終わりだよ。このメリプね。やっぱり、能力特化型だよね。ナイフの使い方、構え方が凡人以下だよ。昨夜さらに魔法のついでに警告けてもらってよかった。この程度ならつかめる。さて、体術が私より下って分かったことだし、あとはオーラで勝負する。負けないよ。能力だってまだたくさん技があるんだから。恋愛しか語らずない。何それ、全部愛情。あなたが最も過去一番に大事にしてきた人に負けて戦うよ。せっかちゃん、さあ王家存分に戦おう。この専属神の力で。昔のせっかちゃんだ。1年前、私の強さを見ていることしかできなかった王家がどこまで私に抗えるか楽しみね。よく耐えたわね、狩猟をサボって近接なんかこれっぽっちもできない王家が。そうだね、それは私の落ち度で反省点だよ。でもね、その姿を幻影で出すのはミスだったね。はぁ、あ、私がせっかちゃんを超えるための最低限のイメージがその時のせっかちゃんだったんだよ。その時のせっかちゃんを倒すプランは U200 は超えてるよ。言うじゃない、やれるものならやってみなよ。引き離し、応援枠。動けない、残念だね。その程度ならせっかちゃんになりきれてないよ。何を、だってあなたの記憶と感情から生み出されたはずなのに。私の想定を毎回軽く超えてくるのがせっかちゃんなの。私の想定に収まる程度で模倣したなんて言わないで。何よそれ、なんでそんな。偽物程度が私の大事な人たちを真似できると思わないことだね。私の大事な人たちはそんな簡単な人じゃない。私の大事な人たちはいつもすごくて、尊敬できる。こんな私が考えた100の攻略法程度で倒せるなら苦労しないんだよ。なんで、相手はいつも私の思い通りに待ってくれない。だから私が代わって、それでもダメなら相手を変えさせないように。もっと信じてみなよ。そしてその変化も信じ、愛してみなよ。みんなすごいから変われる。思い通りにいかないことが当たり前で、私たちはその思い通りにいかない変化を信じてそばで見守ってあげる。それができないから心が疲れちゃうんだよ。変化に恐れて執着しちゃうんだよ。分かったようなことを。チェックメイト。引き張る隙の改造、大競技展開。さっきまで見えてた風景と違う。私のさっきまでのオーラだよ。あのオーラの内側と外側で見える風景を変えるんだよ。それであえて言っておく。妄想を絶対にさせるナイフ。あはは。ねえ、ベッペルさん、一つ聞いていい？何？なんで大会になんか出たの？勝つことが目的じゃなかったよね。寂しかったんだ。私の住んでいるところでは私は生きる薬剤みたいな扱いを受けてね。それでいろんな町に引っ越してね。でも寂しくて、でも農国というレベルで私も名が広がって、孤独で、能力が暴走して、感情がおかしくなって、それで過剰に人のぬくもりが恋しくて、おかしくて、なるほど。つまりこの人は能力をうまく扱えなかった反動で精神が蝕まれたってことなんだ。優しくしてくれるなら誰でもよかった。認めてくれるなら誰でもよかった。この渇きを潤してくれる人だったら男でも女でも。事情はわかったよ。だったらこの予選が終わったら私と一緒にいたらいい。私は医者だから少しでもその状況を治せると思う。能力に詳しい先生もいるし。それでいいんじゃないかな。せっかくここまで来たんだから前を向こうよ。そうだね。それが、そうするよ。ここでリングリーダーが撃破されました。残る二人、このどちらかが本戦出場の切符を手に入れます。能力の暴走による精神異常は能力者の中ではよくある話。でもそれは制御方法を理解できれば治すことができる。力を持つ能力者は良くも悪くも世界に影響を与えるもの派の力。だからこそ、使い方を絶対に誤ってはいけない。さあ、見届けよう。どちらが勝つか。本当強くなった。王家ちゃん。偽物とはいえ、王家ちゃんの記憶にいた霊峰山の頃のせっかちゃんをたやすく撃破した。見たらわかるよ。王家がどれほど成長してるかなんて。だって双子の姉妹だもん。だ
だからこそ私は桜花が勝ち上がってほしい。約束をこの世界という場で果たしたい。どっちも応援したいけど私は凛ちゃんを応援するよ。頑張って、凛ちゃん。どうなんだろう、どっちが勝つんだろう。さて、さっきは協力ありがとう。今からは敵だよ。そうですね、ここからは互いに戦いましょう。恨みっこなしだからね。行くよ。うん。妄想無限に舞うナイフ。当たれ。四季春式王に新守護天下。あの桜型の盾すごい、私の妄想ごと覚醒した。私の妄想ごと防いでるなら隕石とか意味がないかも。とりあえず全部できるだけのことをやってみよう。妄想絶対に解けない鎖。地面から鎖、このままだとまずいね。ラン、シンシジウム。ラン、オンシジウム。私の妄想を解いた。技名のランって多分胡蝶蘭のような花から来てる名前。そしてシンシジウムの花言葉は飾らない、素朴。だから私の能力を自身の状態異常という認識で解いた。辻褄が合う。そして次発動したオンシジウム、この花言葉は一緒に踊って、遅かった。一緒に、ということは大方効果は術者と同じ動きをする。だからか身動きが取れないし、目線も上しか向けない。さて、今君の右手にはナイフ、私の右手はセブラ。私の能力の効果を理解してたらおおよそやりたいことがわかるよね。なるほど、右手を操って私の持つナイフで自害を狙うつもりか。でもこっちだって策がないわけじゃない。自身の自由を奪われた時の対処は十分に。ナイフを、あなたはロカちゃんの友達だからね、特別だからね。治療、治療の恩恵。何が、そこから起きたら大変だからね。気絶くらいで勘弁してあげるよ。私の恩恵は癒し、そして私の得意分野も癒し。勝手に癒して勝手に傷つける、相性抜群でしょ。勝負ありです。第26リーグ通過者、四季桜花選手。さて、一回戦、存分にお互いの成長を確かめようね。せっかちゃん来ましたね、桜花ちゃん。しかもすっごくたくさんの技を持ってね。なんだろう、心の底から嬉しいし、次戦うはずなのにすごく楽しみ。この予選を無傷で勝ち上がるんだもん。十分桜花の実力も世界レベル、同等、もしくはそれ以上のあまたの技を持つ相手と認識して全力で戦うわ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。